こんにちは、広瀬かなです。私は4年間ウィーンに留学してまして、2週間ぐらい前に完全帰国しました。今日が最初のコンサートになったんですけれども、まあ、こういうあの雰囲気のある素敵な場所で演奏するのは初めてでして、あのお客様との距離もとても近くて、こうあのそこに一体感が生まれて、すごくあのいい気分で演奏することができました。またあの次回も演奏させていただきますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。本日この赤坂7丁目から古典的なクラシックのイメージを払拭するかのような新しい音楽会が始まります。その名も響く宴の会と綴り共演会。聞き慣れた旋律は時に生活の一部となり支えになり、人生のひとときの生きがいでもある音楽は時に新しいテーマを投げかけ、そして心の奥深くに宿り、そしてそっと寄り添い休めてくれる。過去に実在した偉大なる巨匠たちの数々の作品は、本日ご紹介をさせていただく音楽家たちがリスペクトを込めて今の時代へと呼び起こし、そしてそれぞれの作品を綴りながらも受け持つ時間そのものを音楽家自身の演奏作品とし、まるでパズルのピースのような感じに巨匠たちの作品を引き立ててくれます。この演奏会が終わる時にはきっと何か新しい響きがお客様の心の中で奏で始められ、帰路へ疲れる頃には演奏家自身のメッセージが届いたものと思われ、そのつながりに演奏家も本望のことと思うことでしょう。これより私、工藤沙織がこの演奏作品を皆様にお届けするナビゲーターを務めさせていただきます。プロデュース by パッサイ。本日は広瀬かなさんの演奏作品をお送りいたします。本日のプログラムは、私が留学していたオーストリア、ウィーンを代表する作曲家ハイドン、ベートーベンの作品や、このような素敵な場所に合いそうな曲を織り交ぜてプログラムを考えてみました。ウィーンは音楽の都と言われるように、現在でも音楽が栄えていて、大作曲家たちの暮らしていた痕跡が街中に見られます。路上や駅の構内だけにとどまらず、電車の中で楽器を弾く人がいるのですが、不思議なことにアマチュアの人がとても多いです。また街には楽器ケースを持って歩いている人がたくさんいます。私はピアノなので、もちろん楽器を持ち運ぶことはないのですが、街中で知らない人と話したりすると、君は音楽をやっているの？とよく聞かれました。私の通っていたウィーン国立音楽大学には日本、韓国、中国の学生が多く、楽器によっては全体の半分以上を占めているようにも思えました。ハイドンは現在のオーストリアとハンガリーの国境付近に生まれ、モーツァルト、ベートーベンとともにウィーン古典派の一人にも数えられます。ベートーベンよりも38歳ほど年上で、18世紀に活躍した作曲家です。ハイドンの晩年に住んでいた家は、私の住んでいた家から歩いて15分ほどのところにありました。ハイドンの銅像はショッピングストリートの並びに立っているのですが、私はつい最近までその像がハイドンだとは知らなかったのです。というのも、ウィーンには数えきれないくらいの銅像があり、あまりの多さに足を止めて名前を見ることもなかったのでした。お聴きいただく曲は、1784年に出版された
ピアノソナタ二丁調作品16-42です。ハイドンは30年間もの間、エステルハージ家お抱えの音楽家でした。当時はこういう曲を作ってほしいという貴族のリクエストによって、音楽家は作曲をしていました。芸術家というよりは職人と言えるでしょう。長い間クラシック音楽は貴族だけのものでしたが、やがて一般の上流階級の人たちにも広まっていきました。そのような過渡期に作曲された曲です。注文に応えただけではない、ハイドンの個性や音楽性が自由に表現された作品です。それではお送りいたします。
Thank you.